は、こんばんちは、キュクノスです。今回は久しぶりのモブ会。ちょっと弱い相手なので、早めにご退場いただくことにしました。最初はダークスティールから。アルケイディスのテレポストーンからだと、タクシーに乗らないといけないのが何度やっても気になりますね。タクシーのスキップは望まれていた機能の一つだな。さて、この依頼人、ダークスティールさえいなければ、魔物だらけの総編を通り抜けられるとおっしゃる。ライフコットミンならきっとダークスティールくらいねじ伏せるだろうし、こんなもんだろ。修羅の国との比較は NG。現地までカット。この扉の先が出現エリア。準備です。タンクの番は自打で回復。通常攻撃の追加効果はスロー。石化にらみも使うからリボンで対策。回復もバステもアイテムを使ってもいいですが、せっかくいろいろ持っているので。縄張りの外への攻撃手段はダーラのみ。これは闇吸収装備で対策できるな。ガンビットは開幕版がデスペル。アタッカーは殴るだけ、ね。こんなんで動画にしていいのかという疑問が残るな。何を今さら。まずは HP の回復。そして位置取りを整えるまではアタッカー陣にドンムブを。他にも使っていい場面はあったよな。忘れてました。それでハダークスティール戦、行くぞアタッカー陣にドンムブが入っているので、タンク一人で位置取りを調整できます。睡眠とは違って万能薬で自身で復帰できるのがいいな。ドンムブは効果時間が長いので、焦る必要もありません。ダークスティール戦で注意したいのは、HP が減っている時に距離を離してしまうと、治療、で3割回復。戦闘状態が解除されるほど離れてしまうと、治癒、で全開されてしまう。縄張りの外への攻撃手段が闇属性だけでも、一人は縄張りに残した方が無難ですね。位置取りはこんなところでしょう。アタッカー陣のドンムブを治療して向かわせましょう。万能薬をガンビットに組んでおけば、コマンドでガンビットをオンにするだけで済んだよな。あ。細けいことはいいんだよ。相変わらず爪が甘いですが懲りずに見てやってください。アイテムをコンプしたい人向けですが、盗むの低確率枠に万年亀の甲羅を持ちます。交易品、鮮やかな盾の材料に3つ。大東大のボスパンデモニウムの盗むの高確率枠で1つ。他の入手手段がジルコンタートルの密漁低確率や、セロビのアダマンタイタスの超低確率ドロップとなかなかシビア。欲しいならここが最適じゃないかと思います。弱点を持つ唯一無二の盾であるベネチアプレートは、趣味の領域だと思っているのでパスします。使いたいブロント号を消化してきたな。置いといて、ジョブが一つの時代の叱りでも、イージス、デモンズで十分だったな。そろそろ終わりますね。防具がミラージュベストとはいえ、火ダメが100や200か。最後のランク B なので致し方なし。報告です。アダマンタイトはバブルチェーンやアルテマブレードの材料。バブルチェーンだけなら必要数は5つ。この依頼だけで済ますのもいいかもな。お次はビラール。こういう受注のシーンを映す必要はあるのか。私はどうせなら見たいタイプなので。興味が薄いなら飛ばせるように、戦闘の始まる大体の時間を表示することにしました。今考えればなぜ最初からこうしなかったのかってところだな。初心者ですからね。多少の試行錯誤も含めて楽しんでいただけたら幸いです。さて、ビラール戦にはこの度のイエラが同行するのですが、あ、処遇については後で考えましょう。考える気ないだろ。このラインの先が出現エリアです。ちなみにビラールが出現するときはそのエリアには通常の雑魚は現れない。そして侵入すると度のビエラが同行してきます。おいじまく。よく来てくれただと。こっちからしてみたらよくも来てくれたなと言いたいですね。というわけでまず最初に、おとなしく白波艇で待っていればこうはならなかっただろうに。ビラールを起こしてしまうのが悪い。ああ、さて、本格的に準備といきましょう。ビラールはオリジナル版より、火力と物理防御を強化されたが、
魔法防御は序盤相当にまで低下、肝心の耐性も手つかず。さらに弱点属性を持つから魔法のかも、バマジクも闘争もバステで封殺してしまえばいい。戦い方はデルタアタックの布陣、弱い相手なのでリフレクはアクセサリーで賄います。バンが反射スリプルで睡眠の延長狙い、アタッカー陣はエアロが、わかりやすいな。しかし、ビラールの活力は77、スリプルを 100% 通すためには、魔力は62以上が必要、開幕は赤間ではなく黒間に任せるべきだったな。失敗してたらそのあたりも計算して臨むのですが、まあ、それでも9割弱だからな。シミュレーションなら乱数調整をしない限り、まず外す確率ですけどね。それは言い過ぎだろ。それで歯見つかったので始めましょう。始まったか。少し遠かったようですね。よし、間合いに入れましたね。3度目にしてやっとか。3個の霊と言ってほしいですね。だいぶ違うだろ。それでハアタッカー陣のガンビットをオンにして、と。早速スリプルの上書きにミスが出たな。出だしで引かなくてよかった。持続時間は最低でも25秒あるから多少のミスも問題ないな。出波報告に戻りましょう。ゲストが戦闘不能になっていない時の専用セリフは、トリックスター戦でも入れていないので、そこは君の目で確かめてくれ。V ジャンプかよ。それはいいとして、旅のビエラさんも感謝しているようですよ。現地で合流した矢先に銃殺されたワズなのにいいのか。我々に存在を消されかけてもこの言葉が出るとは鋼のメンタルですね。あんまり言ってもメタになるだけだからもういいだろ。モブ、ビラールを倒すと報酬とは別に、鱗が手に入るのですが。それはまた必要になる時に。鱗をもらったら今回はもう一体行きましょう。次はリンドブルーム。掲示板では最後のランク A だな。ですが残念なことにこいつは、残念なことっていうか残念な相手ってところだな。そうですね、例のごとく掲示板を確認したら依頼人のところまでカットで。やってきましたアルケイディス旧市街。こんなところで過去作おなじみの強敵、鉄巨人の名前が出てくるとは。サービスがいいですねー。なんなら戦闘させてくれてもよかったのですが。FF3 リメイクのを倒してからええ。ちょっと稼ぎが面倒になっちゃってね。ストーリーからいきなりハードルが上がるからな。出現条件の話になりましたね。曇りでしか出現しない、か。何かいい方法があった気がするのですが、忘れてしまいましたね。ザゾディアックエイジはロードが早いから目的の天候まで AC してもいいんだけどな。そんなわけで場所はフォーン海岸とピッタ大草原の境です。シンプルにロケーションを行き来してピッタ大草原が雨か曇りになるのを待つカット。これは妥当なカット。ひとまず曇りを引いたので出現一へ。そしてここでも天候ガチャ。悪天候だと今度は曇りと雨の2択がカット。その場 AC を映すのは最低限でいいと思います。お前がこういう構成にしたいと思っている代表的な部分だな。準備といきましょう。右枠をご覧の通り、コピペのような相手ですが、初期ステータスにシェルを持ち、活力はビラールより高い82。シェルを剥がしてしまえば、魔力67と HP 満タン魔力 UP で必中。装備が充実していたら、黒魔が十分に達成できる数字だな。あとはいつものように反射スリプルで効果時間の上書き。デルタアタックで削るだけ。それでは、リンドブルームちゃん、出ておいで。デスペルとバステ魔法を併用するときに注意したいことは、デスペルは効果が出るまでが少し遅い。タイミングをずらして使用しないと、シェルが残ったままスリプルが発動しミスにつながります。それ以前の問題じゃねえか。遠距離はラケイ魔法メイン、リフレク貫通もないと早え、開幕は手動にしてもよかったですね。盗むの低確率枠には、輪流の肝、を持ちます。ベネチアプレートやグランドボルトの材料にどちらも3つ。
どちらも大したものじゃないのに素材がきついんですよねー。よってこの動画ではパスします。そろそろ倒せそうだな。今回はこいつの報告までです。次回は召喚獣を何体かやろうと思います。なら次回であのぶっ壊れを作れるな。でも使用は控えめにしたいですね。ゲームバランスが、な。ではカットして報告へ。ミネルバビスチェは店頭には並びませんが、早期に入手したいなら右枠の手段がメジャー。それでは、ご視聴ありがとうございました。